水昔、十代の時で、まだしていいこと、悪いことの分別もつかない時の話。中学を出て、高校も行かず、仕事もせずに、連れとブラブラ遊び回っていた。いつものように連れから連絡があり、 今から肝試しに行こうとなった。俺は昔からそういったことは全く信じておらず、怖いものなどないと言ってのけていた。二つ返事で了解し、連れが迎えに来て早速肝試しに向かうことになった。場所は、 割と近い山の中のトンネルだった。メンバーは血の気が多くリーダーシップのある T と、10代というのにすでに威厳のある M と、多少幽霊関係にビビり気味の超絶イケメンの S の4人で行くことになった。みんな霊感なんてものはなく、 S, S 以外は幽霊なんていないと余裕で心霊スポットに向かっていた。今考えたらこれが間違いだった。その山までは一時間もかからずに着いた。道中は何もなかったが山中の ちょうどカーブあたりに花が添えてあったのを見て、背筋におかんが走り、何か忘れていると考えたのを覚えている。無事にトンネル前の駐車場に着き、トンネルには直接入れないため、駐車場に止めてそこから4人で歩いて行った。 幽霊など信じてはいなかったが、やはり夜中の山道は気味が悪く、嫌なくらい静かだった。そんな中、無理に盛り上げようと、T が崖落ち防止のガードレールを蹴り上げながら声を張り上げていた。 全然大したことないやろ。暗いだけ。本当だね。全然大したことないし、拍子抜けだ。いやいや、十分怖いし、もう帰りたい。そんな多愛いない会話をしながら歩くと、すぐに、目的のトンネル前に着いた。 行きまいてきたはいいが、トンネルの入り口の時点で圧倒されるほどに嫌な雰囲気だった。トンネルはまるで侵入者を拒むように、もしくは中にいるものを出さないように、でかいブロックで閉鎖されていた。さすがに誰が行く と、雰囲気にもなれずに、たじたじでいると。血の気の多い t が言い出した。お前らビビってるここで行かなかったら、ビビり確定。それだけは避けたかった俺は、思ってもないことを言ってしまった。 ビビるはずないだろう。俺が一人で行ってくるから待っとけ。本当に後悔した。お前は男だなよし、行けこの時ばかりはティーを恨んだ。 本当に霊感のない俺でも、やばい雰囲気ムンムンだったから。しかし、一回行ったことなので、後には引けず、ブロックの隙間から一人、吹き抜ける暗闇に侵入した。いざ入っては見たものの、 中はずっと続く暗闇。その日暮らしの俺たちは懐中電灯などなく、あったのはジッポライターの明かりだけ。その明かりが余計に揺らめいて見えて、不気味さをさらに強調していた。トンネル内は 天井から水滴が垂れる音以外の音はなく、幽霊なんていないと考える俺でも、奥に向かってなかなか踏み出すこともできず、たじろいでいたとき、トンネル街で待つ連れが叫んできた。中はどうだマジでやめた方がいいって。 俺らも行こうかその声で少し恐怖が消えた俺は、大丈夫、奥まで行ってみるわ、とトンネルの奥に向かい歩き始めた。いざ歩き始めると恐怖心はあまりなく、むしろなぜか 懐かしい感覚にさえなったのを覚えている。そんな違和感を抱えながら、ちょうどトンネルの半分くらいに来たときに、カーブのときに忘れていたこと、妙な懐かしさの正体が何なのか分かった。怖さは完全に消え、 そのまま奥へたどり着き、何もなく、ため息まじりに戻るかとキビを返したときに、それは起こった。耳元から、ふーっと息を吹きかけるような生暖かい風が耳にかかる。気のせい、 と気にせず頬を進めるが、十秒置きくらいにずっと吹きかけられ、さすがに恐怖心が蘇った俺は足早にトンネル入り口へ向かった。足早になったあたりから絶えず吹きかけられるようになり、恐怖心が絶頂に達した俺は全力で入り口に向かって猛ダッシュした。 なんとか、入り口のブロックの隙間から這い出て、耳元の息もなくなり、一段落した俺は、固まって待っていた連れのところに行こうとした。すげえよ。ここは本気でやばい。マジで焦ったし、なんか耳元で息を。と、俺が言いかけた時に、連れたちが、顔面蒼白で震える声で言った。 お前の後ろ、何なんだよ。お前、悪ふざけも大概にしろよ。そんなんで出てきたらシャレにならんぞ。俺は,は、はぁとなったが。ああ、こいつら、出てきた俺をビビらすためのドッキリだなと思い。少しきつめに。お前らが大概にしろって、一人でマジ怖い思いしたんだぞ。 といったところで S の様子に気づいてしまった S が涙目になりながら震えていた幽霊にはビビるが普段は着物座っていたこいつが演技で涙目になり震えるはずがないと思った俺は何かが確実に 後ろにいると思い動けなくなった。恐怖に直立不動で動けなくなった俺は、ずっと連れに視線を向けていたが、あることに気づいた。左目の端に黒い髪のようなものが見える。 しかし、恐怖心がまさり確認できずにいたときに、急に S がマジもう無理だと言いながら駐車場に向かい走り始めた。それと同時くらいに T と M もマジすまんと言いながら走り出した。恐怖心はやばかったが、 パニックになりながらも、この状態で一人残されることになる方が無理と判断した。俺も駐車場に向かい全力で走り出した。本当にビビり上がっていた俺は何度もつまずきながらも全力で走ってた。子供の頃に聞いた幽霊は光が嫌い。 そんな迷信めいたことを考え、駐車場につき、車のライトさえあれば大丈夫だと、藁にもすがる気持ちで走り続けていた。走り続けていた時になって初めて気がついたが、ずっと背後に気配がしていたことに、さっきは安堵からか、連ればかりに集中して気づかなかったことに気づいてしまった。 この時に、後ろにいる何かをもし連れて行ったら、車に乗れないかもと考えた俺は、確認しないといけないと思った。この時は、本当に気が動転していたんだと思う。現在の恐怖心より、置いていかれる恐怖心が勝ってたから。俺は立ち止まり。 意を決して、後ろを勢いよく振り向いた。少しでも怖さがないように自分なりに考えてしたことだが、これが本当に失敗だった。目を見開いた女が、俺を凝視していた。 俺はいつも、シャレコワを見て、本当の恐怖にあったら、という文章を見るたび、いつも、本当には違うだろうなと考える。まあ、これは俺だけかもしれないが、あまりの恐怖と驚きなど混ざり合った結果なのか、失禁と脱粉を同時にしてしまった。 女は普段よく描かれる貞子のような風貌ではなく、前髪を上げて普通にフリルのついた上着、ジーンズといういで立ちだった。普通なら本当の人間だと思うくらい普通だった。だが、決定的に違った目、 鼻、口。すべてが生きている人間とは違った。口はところどころ裂け、可能しているみたいにぐちゅぐちゅになっていた。鼻は右の鼻腔から半分以上ちぎれかけている。決定的なのは目だった。 黒目の部分には無数の光るガラスみたいなものが突き刺さり涙のように黒い液体が目から滴り落ちていた気がつけば俺は何も考えず一心不乱に走り出していた糞尿を裾から垂らしながら 涙はこぼれ、鼻水を垂らしながら、本当に人間として最底辺だと思う姿だったと思う。でも、俺が考えられることは、死にたくない、助けて、ごめんなさいを繰り返すしかなかった。走っている間、 また、あの、息を吹きかけられているような音が耳元から聞こえた。それがまた、恐怖心を増長させ、何度も転びながらも、駐車場にたどり着くことができた。連れ立ちは車で待っていた。エンジンをつけ、ライトをつけていたためか、俺は助かったと思いながらも、 全力で車まで走った。俺が車に近づくにつれ、気配は遠くなっていった。後ろに乗っていた T がドアを開けて待っていたので、飛び込むように車に乗り込んだ。そのままタイヤをうならせながら、全速力で山道を下っていった。 俺は震えと恐怖が止まらず、窓からキョロキョロ女がいないか確認していると、横にいる T が話しかけてきた。お前大丈夫だったか本当に悪かったな。本気であればや弱すぎだったから。本当にすまんな。マジ申し訳ない。 我慢したかったけど、あれは無理だった。どうも。最初は、俺が逆にドッキリを仕掛けていたと思っていたらしい。あんなの無理だと、普通にわかると思うが。マジ人生終わったと思ったぞ。 お前たち、マジ白状だと思ったし。まあ、俺が逆でも本当に怖いだろうし、気持ちはわかるし、いいよ。山を下っているからか安心感が出てきて、落ち着いてきた俺は、連れ立ちを許し、何気なちに窓から外を見た時に気づいてしまった。 ちょうど、花が添えてあるカーブを差し掛かるときに、木の上にいる何かに。またパニックになりかけた俺は、早く、早く飛ばせと声を荒げながら何度も叫び、なぜか隠れるように座席の足元に座り込んだ。なんだよ。 ほんとやめろよ。まじ勘弁してくれよ。何があったんだよ。またいたのか。車内がパニックになりかけた時に、ティーが聞き取りづらいほどの小さな声で言った。俺も何か見たぞ。木の上に何かいた。 その言葉で、車内は完全にパニック状態になり、捕まってもいいと100キロ以上を出し逃げるように帰った。みんな家で一人になるのを嫌がり、俺も嫌だったので4人で T の家に泊まるようにした。T の家はいつもたまりりしていたし、いつもの流れでもあるが、 でも、その行為は意味がなく。それは、その夜に起こった。無事に T の家に着いたものの、みんな寝れずにいて、恐怖心を少しでも払おうと、酒盛りをし始めた。俺はパンツが汚れていたため、 風呂を借りてから酒盛りに参加した。風呂から上がった時点でみんな結構酔いが回っていて、連れたちはすでに寝入りそうな感じになっていた。酒の力は偉大で飲んでいくうちに恐怖心は薄れ、だんだんと眠気も来てみんなで雑魚寝となった。 そして、夜中にトイレで目が覚め、上半身を起こしたとき、背後から気配を感じた。それはまさしく、トンネルで感じた気配だった。一気に恐怖心が蘇り、悲しりとは違う。恐怖心から動けないでいたが、 まだ酒が残っているせいか気が大きくなり、見た目が怖いくらいでビビるか、とわけのわからない根性がふつふつと湧いてきて、こうなったら一発殴ってやる、と後ろを振り向いた。やはり後悔した。女は、 あの時のように後ろにいて、そしてあの時とは違う行動に出た。急に両手で俺の方を掴み、口を大きく開けて何か言おうとしていたが、口の中には真っ黒な液体が溜まり、喋るたびにうがいをしているようにゴロゴロ言って、 何を伝えたかったのかもわからず、恐怖で動けずにいた。そんな恐怖が10秒くらい続いたときに気づいた。この女、知ってる。そう考えたときに、M が寝返りを打ち、 それに気を取られた次の瞬間には、もう、女はいなかった。それからは朝まで寝れず、連れが起きるのを待ち、起きた連れに夜中のことを話した。幽霊って動けるんだな。初めて知った。ってか、いること自体、昨日知ったけど。 お前、本当にやばいぞ。疲れてるんじゃないの多分、疲れてるのかな。てか、幽霊、知ってる女だった。あ誰なんだよ。多分、元カノの、ユウ。それだけで。 みんな、なんとなくだが、理解し、察してくれた。元カノのユウは、連れと飲みに行った時に知り合った女の子で、ちょくちょく二人で飲んだりしているうちに仲良くなって、付き合い始めた人だった。しかし、ユウは男女関係が結構激しく、 浮気でも当たり前にすると噂を聞いたり、実際に男と遊び回ったりしてて、結局は破局となってしまった。それからも向こうからは連絡はあっても、無視して疎遠になっていた。懐かしいと感じたトンネルも、実は酔った勢いで二人で突したことがあったのだった。 そして、カーブの花は、ユウがそこで亡くなった時のものだった。疎遠になってからも噂で亡くなったという話は聞いていたが、当時は俺にはもう関係ないと言って何もしてやれなかった。 間違いなくお前恨まれてるな。いくら関係ないって葬式にも出なかったしな。しかし、どうするやっぱお払いとかしてもらった方がいいんじゃないか。でも、そんなの全く知らないし、金もないし。俺、一人知ってるぞ。 寺とか神社ではないけど、知り合いが動物に疲れたとかで、それのお祓いを頼んだ人なら。マジか。なら頼むから聞いてもらえないか。あ、わかった。ちょっと待ってろ。<S, S は携帯で誰かと話し始め、何やら揉めていたようだが、 OK をもらったようだった。絶対今日がいいって無理言ったけど、大丈夫だってよ。ほんと、助かるわ。今から行ける。昼過ぎに来てくれって、準備があるらしいから。そんな準備しっかりするところなら行けるんじゃね、と期待しながら。 早めの昼飯を食い、それからその人の家へ向かった。ついてみると普通の一軒家だった。チャイムを鳴らし待っていると、普通にエプロンをつけたおばさんが出てきた。まさかこのおばさんじゃねえよな、とか考えていると、まさしく。 そのおばさんがお払いの人だった。俺はもう無理だなと思いながらも通された今で事の次第を詳細にと言われ話した。おばさんは真面目な顔でうんうんと頷きながら聞いてくれた。 一通り話を聞いてくれたおばさんが発した一言目は、こうだった。あたしで払えるかわからないけど、できる限りはさしてもらいます。料金は普段通りでいいですか料金取るんですかちなみに、いくらに 経費などを含め、5万いただきます。まじですかすいません、ローンとかできますかことがことだし、かまいませんよ。急いだ方がいいですし。どうやら事態は、一国を争うくらいに緊迫していたみたいだ。 おばさん、H さんの見解はこんな感じだった。元カのゆうは、おそらく俺を恨んでいる。しかし、それだけではないような気がするから、普通にお払いするんじゃダメかもしれない。今回はお払いではなく、ゆうの標的である俺から 完全に意識を逸らし、縁を断ち切るためのものらしい。もっと詳しく話していたが、よく意味はわからなかったので、ようやくするとこんな感じらしい。何か、俺がしなくちゃいけないことはありますか あなたは特にしなくちゃいけないことはありません。しかし、周りの友達の力を借りなくちゃいけません。H さんは詳しく今回の内容を説明してくれた。H さんが言うには、力を借りるは大げさに言ったらしく。 借りるというより強力だった。まず四人でお清めし、四方にお札を貼った H さんのお家の二階の一室に入り、一晩そこで過ごすらしいのだが、俺は一言も発してはならず、逆に絶えず連れたちは話し続けなければならないらしい。 寝てもいけないらしい。言葉には言霊があり。その部屋では、ユウは俺の姿を認識できないらしく、言葉を発する者しか認識できないらしい。そうすることで、意識的に俺を探し続けるユウの意識から一晩、 時間をかけて俺を消し、俺はもういないと誤認させ、優の中の俺を消し、縁をなくしてしまおうということだ。つまり、俺たちが絶えず喋り続ければいいだけなら、楽勝じゃね確かに喋り続けるだけですが、おそらく U さんからの妨害はあると思います。 どんなものかはわかりませんし、気を引き締めてください。妨害って。緊張しながら、H さん宅で早めに夕食をいただき、みんなお風呂に入り体を清め、一晩を過ごす部屋に入った。なんてことはない、普通の部屋だった。 四方、天井、畳の下のお札さえなければ。みんな一言も喋らずに指定された時間を待った。H さんが指定した時間は夜の七時。それまでは U を家には入れないようにするし、H さんもいるが、 七時が来たら、H さんは家を出て、U を家に招き入れなければならない。極力部外者がいることを避け、意識を完全に逸らさなければならないみたいだった。そして、指定された七時が来た。 もともと馬鹿の代表みたいな三人だったし、英治さんから出された普段飲めない日本酒にみんな大はしゃぎ。しかし、俺は万が一を考え、お酒はおろか何一つ口にしてはいけないという辛い一晩だった。しかし、意外と相槌を打つだけでも、 時間が経つのは早く、あっという間に十一時に差し掛かろうとしていた。妨害もなく、このまま何事もなく一晩過ぎて欲しかったのだが、そうはいかなかった。時刻が十一時を回ったあたりで、ついに、 言うの妨害が始まった。最初に聞こえたのは、廊下を歩く足音。同感覚で、ペタッペタッという足音。みんなすぐに気づき、一瞬静まり返ったが、絶えずという言葉を思い出し、また、 大声で騒ぎ始めた。その後は、ラップ音みたいに、バキッ、カチッ、と、部屋中から音が鳴り始めた。だが、そこはバカ三人。恐怖より、負けられるかとバカな考えが勝ったのか、今まで以上に騒ぎ始めた。 特に、キーの騒ぎっぷりは半端じゃなく、恐怖より頼もしさを覚えた。そして、妨害にも負けず、必死に騒ぎ続け、二時に差し掛かったとき、最後の妨害が始まった。部屋中から、さっきの音とは比べ物にならないくらい。

音と声は激しさを増すばかりで一向にやまず。全員顔面蒼白になり、ついに完全に沈黙した。俺は、ああ、終わったと思ったが、時計を見ると5時を回っていた。耐えていた時間が思った以上に長かったらしく、 日が昇り始めていた。H さんが戻り、すべて終わったことを知った俺たちは、大声で泣き叫んだ。やっと終わったと、みんなで安堵した。そして最後に、H さんは、二度とあの山に近づくな。 次は助けられないかもしれないと言い、私はそれを了解し、H さん宅を後にした。安易な気持ちで肝試しに行ってはいけないと肝に銘じることになる事件だった。もう二度と肝試しには行かない。後日談がある。 自分的には知らないところの話だし、正直関わりたくないし。聞いただけなので詳しくはわからないが、こっちが本題、元凶のようだ。あの一晩からちょうど一ヶ月が過ぎようとしていた。お払いのお金のためバイトを始め、なかなか忙しくしていたときに、 H さんから急に呼び出しがあり、お宅に伺った時にこの話をされた。こんにちは。すいません。お金まだできてないです。今回は料金のことで読んだんじゃないから安心していいですよ。てっきり料金の催促かなと思っていたが、違うみたいで安心した。 あの時の話ならもう関わりたくなかったから嫌な気分になった。で、話って何ですかいやいやだが、俺に関わりある話だし、注意事項なら聞いておかなければならない。実はあの時の優さんが、 少し普通の例とは違う理由を調べたりして分かったことがいろいろあるから一応お伝えしておこうと思ってね。幽霊自体がもともと普通じゃないと思うが黙って話を聞いた。 あの時はあんな言い方をしたけど、実際、ウさんはあなたを恨んだりしてない。むしろ、好意がずっとあったと思う。はいそんなはずないでしょう。あんな風に付きまとって妨害して、多分殺そうとしてたのに、恋とかあるはずないじゃないですか。実際、 好意を持った相手にあんなことするとは思えなかったし、幽霊ってだけで恐怖心しかなく、あれが好意からのことだとしても無理だ。そう思っても仕方ないよね。あれは勇さんの意志じゃなく、その裏にいるもの,の意志だから、元が人間かどうかすらわからないものだけどね。 幽霊だけでも、あんなことなかったら信じてすらないのに。漫画みたいな話をされても、いまいち、はてなとしかならなかった。実は、家に来た時点で、ユウさんの意思ではないと気づいてたの。でもね、それをあなたに伝えたら、あなたは少なからず、かわいそうとか、 同情の気持ちを持つでしょそれはあの一晩を過ごすなら絶対に持ってはいけない感情だったの。なぜダメなんです関係あるんですか同情心を出せばあなたは助からなかった。優さんに見つかってしまってたから。 あなたの意識を恐怖だけに満たして、優さんから意識をそらさなければならなかったの。自分のためだと理解し、なんとなくだが納得したが、肝心なことを聞けていない。優はあの後どうなったんですか優の意志じゃないなら何だったんです あなたたちが一晩過ごしてる間、私は私の先生のところに行ったの。見てわかる通り、私は世間じゃ心霊研究家で通ってるの。私の先生も似たような感じだけど、私以上に詳しいし、長年この世界にいるから、失敗したらの話を聞きにね。 失敗したかもしれないのかよ、と思ったが、自分たちじゃどうしようもなかったから仕方ないと思うことにした。あなたたちが行った山だけど、いろいろな階段があるのは知ってるはい。カップルの幽霊だったり、ばあさんの幽霊だったり、 いろいろ噂は一通り聞いてます。結構有名なところだから噂は絶えなかった。実はそういった噂じゃない本当にやばいものがあの山にはいるって先生から聞いてね。多分それのせいじゃないかって。 詳しくはわからないけど、かすいって言うらしいの。かすい正直、ついていけなかった。詳しくは本当にわからないの。たぶん元は人間だけど、いつからいるのか、 何の因果で山にいるのかも何もわからないの。火水も見た目から先生がつけた名前だし、本当の名前もわからない。でも、俺と何の関係があるんですか火水なんて聞いたことすらないし。幽霊とは無縁の 霊感ゼロの男だったし、そんな噂すら知らなかった。推測だけど、ゆうさんは火水に引き込まれたんだと思うの。だから、ゆうさんと縁があったあなたを標的に選んだんじゃないかしら。あなた、木の上の人を見たって言ったでしょ おそらく、それが火水だと思う。あなたは木の上に立ってたと言ったけど、正しくは違うの。両手だけで木に垂れ下がり、下半身がない風貌のものなの。だから、火水。先生は本当に危険だって。今回は本当に運が良かったって。 ちゃんと見えなくて、本当に良かったと思った。あの状況ではっきり見えていたら、間違いなく発狂していた。俺は頭の整理が全くつかなかったが、聞かなければならないことを聞いた。 ゆうはどうなるんですか俺は本当に大丈夫なんですかエイチさんは少し暗い表情で答えた。正直ゆうさんはずっとあの山に火水に囚われたままになると思う。 火水を払えれば違うかもしれないけど、火水はまず見つからないし、払う方が危ないから。あなたはおそらく大丈夫。でも、決してあの山に近づいたらダメ。火水との縁が戻ってしまったら、間違いなくあなたは助からないから。 俺は少しの安堵と、これから先報われることのない優を気の毒に感じながら、H さん宅を後にした。その後は料金の支払いが終わり、H さんと会うこともなく、例の山にも近づいていない。 人間は好奇心が強く、興味を持ったら止まらない生き物だと思う。だが決して、不用意に噂が立つ場所に近づいてはいけないと思う。思いもよらない結果があるかもしれないから。